皆さんどうもこんにちは、テキーラです。さて本日のテキーラトーク、やっと出ていただきました。ゲストはこの方、パキラさんでーす。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。ハイタッチ、ハイタッチ。ねえ、もうちょうど人間の手みたいな葉っぱが生えてらっしゃいますけれどもね、この一枚なんか特に立派で、もう僕の手なんか軽々声がちゃってますよね。おっきいわー、もう立派なものをお持ちで。さあ、ということでございまして、元気でした？うん。はいはいはい。暖房の風に直接当たりすぎて、調子が悪い。あららららら。よくありますよね。あの人間の主が、ちょっとあったかい部屋に置いとこうなんて勘違いして、暖房の風が直接当たるところに置いちゃうと、植物の皆様、人間にも良くないですからね。乾燥しますし、喉も。だから植物の皆様、葉っぱ乾燥しちゃったり、ちょっと体調崩しちゃったりするんですよ。ですからね、ぜひお家にお迎えの方はぜひ気をつけてあげてください。よろしくお願いいたします。もう言っときましたから。言っときましたね。もう大丈夫ですよ。はい。でもそんな体調悪い時にすいませんね。出ていただきました。ありがとうございます。さあ、そんなパキラさんといえば、もう見ない日はないというぐらい、観葉植物屋さんでもそうですし、最近ではおしゃれな家具屋さんなんかでもそうですし、あとはまあ100円ショップなんかにもね、パキラさん並んでらっしゃいますし、あとは何ですか、オフィスとか、まあもしくは観葉植物好きなんていう方は大体持ってらっしゃるんじゃないですかね。お迎えしてらっしゃると思うんですけれどもね。え、いやいや、そんな大御所をお迎えできて僕は本当嬉しいんですよ。いやいや、本当ですって。嘘じゃなくて。いや、もうだから、パキラさんに出ていただけたってことは、この番組ももうそれなりの地位に上り詰めたっていうことですから、もう、テキーラトークももう再生回数うなぎ上りですから、こっから。本当に、いや、おかげさまです。ありがとうございます。僕ですか？いや、僕は元気ですよ。だってほら、ね、自由が丘で飲んで以来じゃないですか。ねえ、そうなんです。ここはもう通貨の中で結構、付き合い長いんですけれども、ということで、まあ、インタビューとしては、安心するんですよね。もう通貨の中ですから。僕がツーって言えば、パキラさんはカーって返すってね。で、パキラさんがカーって言ったら僕がツーって返すような。まあ、そんな中なんですけれども。じゃあ、改めましてですね、ちょっと今日はパキラさんのことをきちんと、知っていただきたいなと思うんですけど、今日お迎えしたこのパキラさんはね、またね、こじらすんですよ。実はよく見るくせに、一癖、二癖あるという方なんですよね。うん、本当に、こじらせ僕。はい。ということで、じゃあ、ちょっとご紹介させていただきますと、パキラさんはですね、青い目、青い科のパキラ属という分類でございまして、それでいいと言うとですね、パキラさんもともとハワイとか台湾で食用ナッツを採取したりとか、パルプ剤ね、お亡くなりになった後にパルプ剤にするために栽培されていたそうです。食用ナッツっていうとね、食べるナッツですから、実がなるんですか？調子良ければ。ああ、そうなんですね。未消化株に限るんですね。なるほど、なるほど。で、原産地は中南米が多いんですけれども、原産地では水気など、水辺とか水気の多い場所に生えることに由来して、パキラ・アクアティカって呼ばれてるんですって。アクア。はい、アクアティカ。で、これが、そのいわゆる食用ナッツを、まあ、採取するための、種類なんですよね。パキラ・アクアティカ。で、アメリカ、英語の名前ですと、いわゆるガイアチェストナットとか、あとはカイエンナットって言いますね。このナットっていうのがナッツのナットです。はい。そうなんですね。でもなんか、はい。実はなるけど、食べ過ぎに注意。ほう。どういうことですか？あ、種に中毒性があるんですか？ほんとこじらせますね。あ、そうなんだ。じゃあ食べ過ぎ。まあ何事も食べ過ぎとか取り過ぎってのは良くないですからね。はい。で、40年ほど前に、このパキラさんをですね、観葉植物に利用しようと日本に輸入されたという由来なんですけども、ただ、よく観葉植物屋さんでこうお見かけするパキラさん、たまにパキラアクアティカって書いてあるんですけども、ほとんどの場合、パキラグラブラという種類だそうです。この2種類が主に流通しているものなんですけれども、実がなって食用とされるのは、いわゆるアクアティカの方。で、グラブラさんが観葉植物の方として多く流通している。そういう、ちょっと整理していきますね。で、さらにですね、初在住ということで、マネーツリーなんて言われてるんですよね。ね、そうなんですよ。実はパキラは、その台湾で観葉植物として販売されてから、アジア諸国にうわーっと広まりまして、で、莫大な利益をもたらしたそうです。で、そのエピソードから、いわゆるパキラは財を成す木。として、初在樹という別名が付けられたそうです。財を発する木。で、そのため、金運上昇や商売繁盛の意味を持つパキラ。
いわゆる縁起物として扱われていると。で、特にお店を開くときに開店祝いとか、あとはオフィスに開業祝いなんていう風にプレゼントでパキラさんをお迎えしていただくみたいなことがよくあるんですよね。だからお見かけするんですよ、オフィスなんかで。はい、縁起物どうですか、縁起物として扱われる気分は。うん、正直迷惑そうですか。はい、俺を育てたからって特にお金が入ってくるわけじゃないだろうと。まあそれはそうですよね。縁起物とか縁起、験担ぎなんてのは全部ダジャレみたいなもんですから。いいんですよ、気分ですから。ね、でもその縁起がいい気ということで。まあそういう形なんですけども、それで言うとあれですよね。湘南の風のショックアイさんとか、三輪明宏さんなんて昔携帯の壁紙にするとなんか金運アップみたいなのありますけどね。じゃあちょっと後で1枚撮らせていただいていいですか？金運アップの写真をね。これぜひ皆さんダウンロードして、壁紙にしていただければもう金運ザックザックですから。ね。気分はですよ。気分は。はい。ということで、さらにですね、まあ今で、ちょっとこうベーシックな分類は知っていただいたと思うんですけれども、まだあるんですよね。そうなんです。実はこのパキラさん、皆さんお気づきですか？葉っぱに白い斑があるんですよ。ほら、かわいいでしょ、綺麗でしょ。これがですね、いわゆる白い斑、白斑と呼ばれているものでして、ミルキーウェイなんていう別名があるんです。パキラミルキーウェイ。これは種類別っていうよりは、突然変異のこの斑が入っているものをパキラミルキーウェイさんって言うんですよ。ね。そうなんです。ミルキーウェイっていうと天の川ですから、あれみたいなこう白くこうわーっと綺麗な星の流れのようなこの模様が、葉っぱに入っていらっしゃるという大変レアな方でいらっしゃるんですよね。そうですよね。テンション上がっちゃって。いや、もうだってずっと応援したかったですからね。まあ知り合って長いとはいえども。はい。そうなんですよ。なので、なかなかこうパキラマニアの方とかは、あ、これ白斑入ってんだ。ちょっと欲しいなって、もう喉から手が出るほど。人間は喉から手は出ないです。これは表現です。はい。喉から手が出るほど欲しがる種類という。そんな内容なんですが、さらに、まだこじらせるんですよ、この人は。この方は。ね。もう言っちゃっていいですか？はい。これちょっと見づらいので別で出しますけれども、ここなんですよ、ここ。はい。ちょうどこの部分、皆さん、わかりますでしょうか？ちょっと向きを変えさせていただきますね。こんな感じ。はい。これです。この部分、なんか変だなと思いません？ここ、生えてきてるのに、あれ？ちょん切ってあると。おかしいなって思うんですけども、そうなんです。上の方と下の方、これ別のパキラさんたちなんです。だから正確にはこれパキラさんたちなんですけれども、そうなんですよ。ね。だからこれ不思議なんですけど、どっちなんですか、意識は。両方？ああ。あ、でも人間もなんか目を移植したりとかすると、その前の目の持ち主の記憶でこう目が見えたりするとかって言いますもんね。あ、じゃあ、両方の記憶を持ち合わせてるっていうことなんですか。うん。で、これが、いわゆる、継ぎ木って言われる方法なんですけれども、木を切って、そこに、また別の木の芽というか、枝をこう刺して、一個の個体として育てるという、そういう方法なんですが、これなんでそんなことをするかと言いますと、いわゆる白斑が入ってらっしゃる皆さんって、弱いことが多いんですよ。虚弱体質というんですか。ね、そうなんですよ。だからさっきもエアコンの風って おっしゃいましたけれども、結構いろんなことに影響されてしまうことが多くて、動物でもそうですよね。白い馬とか白い動物って突然変異ので生まれた動物は結構虚弱体質なことが多いんです。で、それをカバーするために、通常の強いパキラさんの上に白いパキラさんを乗っけるという、そういう方法に踏み切っちゃったわけですよ。刺し木はまた違っていて、刺し木はこう枝を切って、それをこう土とかに植えて、それを増やしていくっていう、そういうまあいわゆる養殖の技術なんですけども、接ぎ木っていうのはそういうふうにこう補うっていうふうに使うことが多いみたいです。もろもろ種類が実はこの接ぎ木にあるんですけれども、まずはこちら。はい、こんな感じで、ごめんなさい。ちょっと僕の絵がわかりづらいかもしれないんですけども、はい。これね、今日お迎えしているパキラさん、パキラミルキーウェイさんは、このタイプの接ぎ木なんです。これ、切り継ぎって言います。で、株をここの辺でパッと切って、で、ここに枝をシュッと刺す。で、そのまま育てるっていうのが、これは、切り継ぎ。で、こちらですね。そのままバッと切ってしまって、また上に幹をボンと乗せる。で、これが、合わせ継ぎと言います。はい。いろんな種類があるんですけども、まあ、代表的なやつをご紹介させていただきます。もう一個。はい。こんな感じですね。はい。ちょっと僕の絵が独特すぎて、すみません。こちら
はい、これはですね割り継ぎと言います。この真ん中をいわゆるこうバッと割ってしまって、でここの間に刺す、それで育ってるというのが割り継ぎで、これですね、いわゆるこの蔵みたいになってる、こうね、木馬みたいになってる、あのね、あれで使われる木馬で、これを蔵継ぎって言います。はい、蔵継ぎ、まあこういう種類があるんですけど、他にもまだあるんですが、ちょっとこうだいぶマニアックになってしまいますんで、そういう内容になってます。だからもう本当にこじらせ上手ですね、本当にこじらせるということで、まあここはかなりもう仲がいいもんで、ずっとお迎えしたかったんですけれども、そんな中で、まあパキラの中でも種類があるんですけれども、レアな品種の、パキラミルキーウェイで、さらにいわゆる接ぎ木をされていらっしゃる方なんですね。はい、発在樹とかいろんなことありますけど、僕はそっちの方が驚きでしたね。ねえ、じゃあちょっと僕この後写真撮らせていただきますので、ぜひ視聴者の皆さんに金運アップの写メをダウンロードできるような なんかちょっと作りますわ。うん、頑張りますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、また遊びに来てくださいね。はい、よろしくお願いいたします。本日のゲストはこの方、パキラミルキーウェイさんでした。ありがとうございます。ということで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。